トーマス・エドワード・パノーオームンは、アメリカ合衆国ロードアイランド州プロビデンス軍、クランストン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス参加所属。2012年の MLB ドラフト33巡目で、シカゴ・カブスから指名されたが、サザン・レバダ大学へ進学した。2013年の MLB ドラフト9巡目で、 クリーブランドインディアンスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグインディアンスで、プロデビュー。14試合に登板して1勝0敗、防御率9.00、20奪三振を記録した。2014年もルーキー級アリゾナリーグインディアンスで、プレーし、11試合に登板して5勝0敗、防御率3.20、62奪三振を記録した。 2015年は A 級レイクカウンティキャプテンズでプレーし27試合に登板して7勝6敗防御率4.02120奪三振を記録した2016年は A 級レイクカウンティと A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし2球団合計で25試合に登板して8勝5敗防御率2.57122奪三振を記録した 2017年は AA 級リンチバーグと AA 級アクロン・ラバーダックスでプレーした。2017年7月31日にジョー・スミスとのトレードでサマド・テイラーと共にトロント・ブルージェイズへ移籍した。移籍後は参加の AA 級ニューハンプシャー・フィッシャー・キャッツでプレーし、移籍前を含めた3球団合計で25試合に先発登板して9勝3敗、防御率2.36。 149奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2018年3月16日、薬物検査違反で80試合の出場停止となった。6月に処分が明けると、マイナーでは A 級ダニーデンブルージェイズ、A 級ニューハンプシャー、トリプル a 級バッファローバイソンズの3球団でプレーした。 8月9日にメジャー初昇格を果たすと、翌10日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは12試合に登板して4勝1敗、防御率4.19、29奪三振を記録した。2020年8月24日に DF となり、28日にマイナー契約となった。オフの11月2日に FA となった。 2020年11月16日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだフォーシームを主体としており変化球ではチェンジアップとカーブを使用するありがとうございます